ホワイトアルバム46回目、夜謎のイベントが発生したところからの続きになります。美咲さんにね、なんか避けられてるんですよね。まあやっちゃったからねやった結果変な感じの空気になっちゃうっていう。続きいきましょう。混み合う人の中に見たことのある面影を見つけた。あれは美咲さん。人混みでなかなか近づけないけど、どうやら美咲さん本人に間違いないみたいだ。美咲さん。俺は人の中から声をかけてみた。すると女の人は振り返った。美咲さんだ。でも美咲さんは俺の顔を認めると驚いた様子で人混みの外へ抜け出そうとし始めた。まるで逃げ出そうとするみたいに。あ、まあ逃げてるんだろうな。美咲さん。俺は急いでその後を追う。美咲さんは人の少ない方へ少ない方へ走るから後を追うのは簡単だった。怖いな、なんかサイコパスの考え方してるじゃん。もう人の少ない方へ少ない方へ。確かこっちの方に来たと思ったんだけど。あ、いた。美咲さん。え、あ、びっくりした。美咲さんにぶん殴られたのかと思った急に過激派美咲さん。違う違う、駆け出す俺の前に突然サラリーマンね、サラリーマン風の男が二人フラフラと現れ、運悪く思いっきりぶつかってしまった。すいません。とっさに謝ろうとしたけど、ぶつかった相手の持っていた缶ビールの中身をぶちまけてしまい、そのしぶきが俺の顔にかかり目に入ってしまった。あ、これ絡まれるんじゃねえの。ひどい痛みだ。目を開けていられない。あまりの激痛に言葉をも失いふらつく。こら酔っ払い、酔っ払いが現れたか。霞む視界の向こうの何かが俺の襟をつかむ。多分俺のぶつかった相手だろう。生温かい息遣いからするとかなり酔っている。あんた何したかわかる？うわ、やだ、これやだね。少しぐらいは謝ってもいいんじゃねえかな。だけど俺は襟首をきつく締め上げられ、謝ろうにも声が出てこない。ただ痛む目をどうにかしたくてジタバタともがく。何暴れてんだ部長。こいつふざけてますね教育してやりますか。教育。おいおい、君こそ何してるんだ貴様ら。さっさと話してやんなさい。貴様ら許さんぞ。俺は山田組のチャルお嬢とも顔見知りなんだぞ六さんに言いつけてやる、この野郎。後ろの方から聞こえる声は、酔っていていい気分になっているって言っても、その物腰や呼ばれ方からして普通のサラリーマンみたいだ。まったく、せっかくのいい気分を喧嘩で締めくくることはないだろうに。君は。でも部長、こういう若いのにはちゃんと礼儀が。 B がやだね。酔っ払い B が厄介だわ。俺を掴んでるのも別に太刀の悪い人間じゃないらしい。不幸中の幸いか。とはいえこんな時に。その時、この人が何か。美咲さんが助けてくれるのこれ普通逆じゃないの酔っ払いに絡まれてる女の子を助けてキャーキュンじゃないの。美咲さんにキュンと来ちゃうわ、助けられたら。慌てたような声が聞こえた。美咲さんの声だ。最悪だ、よりにもよってこんな場面に出てこなくたって。襟首を締め付けられていた手が緩む。俺は痛む目をこすり咳込みながら、美咲さん、かろうじて呼びかける。何でもないから早くどこか行ってくれ。格好悪いから、格好悪いから見ないで。何言って、このお兄さんがさ、俺たちにぶつかっても一言も謝んなくてさ、ちょっと俺切れかかってさ。意味なあ。あんた、この人の知り合い。あ、やばい。やばいよ、これ美咲さんがエロ同人みたいになっちゃう。酔っ払いになんかされちゃう。美咲さんが俺の方に近づく気配がする。やがて俺の頭が優しく抱えられ。ああ、藤井君大丈夫だった？ありがとう美咲さん。キュンとしちゃった。美咲さん酔っ払い俺はそっとうなずく。冷めたデニムを通して興奮した美咲さんの体温と視温が伝わってくる。うわ、いい表現。美咲さんは彼らに向き直り、どうもすみませんでした。この子私の弟なんです。ほう、ほら、この人たちにちゃんと謝って。さすが演技派だね。ぎゅう。美咲さんは俺の頭を押さえて二人の男に無理やり頭を下げさせる。痛い痛い、美咲さん力入れすぎ。ちゃんと言っておきますから。頭を下げる美咲さん、彼女の必死の息遣いが俺の顔に当たる。頼むよお姉さん。慣れ慣れしく話しかける若い方を部長の方がたしなめる。人に言えるほど折り目正しい人間でもないだろう君も。ん、あ、そうっすね。調子いいな、なんか
そして彼らは少しだけしらけたみたいに笑ってどこかに行ってしまった。それから俺は美咲さんにハンカチで顔を拭いてもらってどうにか視界を取り戻した。あー助けられたよ、ありがとう美咲さん。大丈夫だった？うんみっともねえとこ見しちゃったな。でもそもそも俺が美咲さんストーキングしてただけなんだけどストーカーしてたら絡まれちゃったっていう。美咲さんに貸してもらったハンカチで濡れた顔を拭きながら答える。よかった。ダメだよ美咲さん、あんなとこ出てきちゃ危ないよ。藤井くん、どうしてそんな喧嘩なんかしてたの？お酒なんか飲んで？お酒は俺は飲んでないんだよ。喧嘩？お酒？二人も相手にして勝てるわけないじゃない。何、俺はかつてエクストリームのチャンピオンと河原で殴り合ったこともある実力ですよ。むくれるみたいに美咲さんの声は小さくなっていく。俺喧嘩なんてしてないけど。嘘、すごくお酒臭くなって二人に囲まれて倒れそうになってたじゃない。ああ、缶ビールをぶっかけられたからお酒臭いと思ってんの？だからそれは美咲さんにはそう見えるのかな。夜の盛り場で酒に酔って酔っ払い相手にわけなく喧嘩、無秩序に暴走する若い反問っていつの時代の青春ドラマだだけどまあそれは美咲さんに言っても仕方がない。ねえ美咲さん、ほら俺今はお酒臭くないでしょ。美咲さんの鼻先が俺に近づく。何気ない仕草だったけど俺は少しドキリとした。本当？あれ？だから勘違いなんだってば。俺の落ち着きっぷりもあの時の二人のしらけた笑いもやっとそれらの意味が理解できたのか、美咲さんはまたも真っ赤になって小さくなっていく。美咲さん本気で俺の頭つかむし。だって私藤井君を助けようと夢中だったから。いやでもヒーローだよ。ごめんなさい、痛かった？本当に本気だったのか。美咲さんはそんな俺の頭をもう一度優しく抱いて俺の濡れた髪をその細い指でくしげずる。一人で勘違いばかりしてて私って嫌になるね。そういう美咲さんの顔はやはりとても優しいものだった。美咲さん、俺はその胸の中でそっと尋ねる。何？どうして俺を見て逃げたの？逃げてなんて。美咲さん、求めるように名前を繰り返す。だけど美咲さんは再び軽く笑った。ううん、今日はもういいの。今日は美咲さんに抱えられてるせいか、それともさっき目から入ったビールのせいなのか、俺は不思議な眠気に襲われる。ビールは関係ねえんじゃねえかな美咲さん。何？お姉ちゃんなんだよ急に甘え出しちゃったお姉ちゃん、美咲お姉ちゃんさっきのことを思い出したのか、美咲さんは真っ赤になって今まで整えてた俺の髪の毛をくしゃくしゃにする。お姉ちゃん。そんな美咲さんの顔に一瞬だけ悲しそうな影が見えたような気がした。どうしたの藤井君？それでも何でもないみたいに尋ねる美咲さん。お姉ちゃん、俺はそう言って甘えるみたいに美咲さんの体に頭を押し付け、そのぬくもりに浸った。もうちょっと街中で何追っ始めてんだよ。あれから寒さを感じるようになるまで俺と美咲さんは辺りを歩いた。ほとんど何も喋らなかったけど、それでもとても嬉しかった。それじゃ藤井くん。あ、うん、また学校でね美咲さん、うん、さようなら。なんかさ、はるかの時もそうだったけど、さようならって言われるのすげえ怖いんだよな。さようなら、じゃあねとかまたねだったらいいんだけど、何かに満足したみたいに美咲さんは歩み去っていく。少し寂しいな、さようならなんて、そんな挨拶は。そうだよね、そんなことを考えながら俺も自分の部屋に帰った。お姉ちゃんみさねいいね。みさねは確かに、でもお姉ちゃん属性モリモリだよな。みさねいいな。また美咲さんの魅力を一つ発見してしまったよ。あ、いるじゃん駅前。みさねお姉ちゃん助けて、今日も酔っ払いに絡まれちゃう。あ、これまた全部ね微妙な会話になっちゃうっていう。文芸でも話してみる？確かに俺は何かを言いかけた。だけどそんな俺の声が喉に詰まるのと、美咲さんがやっぱり
めんなさい。え、頭を下げて走り去るのはほとんど同時。ああ、もう会話してくれないんだ。美咲ちゃん、お姉ちゃん。俺は口に出してつぶやく。ただ美咲さんの足音だけがいつまでも耳に残って離れなかった。多分今何を選んでも話してくれないんだな。1月14日、今日はいないな。テレビ局はサウンドオブデスティニーだよな。じゃあ妹にでも会いに行くか。マナちゃんはやっぱ妹だもんな。そうだな。芸能、趣味、趣味、制服の話ね。美咲さんもでもこの制服着てたんだよな。見てみたいな。昔はるかはね、昔は髪が長かったけど、美咲さんって昔からあの髪型なのかな。どうなんだろう。あ、今日は大学にいますね。お姉ちゃん会いに行きましょう。お姉ちゃん、あ、でも全部学校でも全然会わなくなっちゃったって。今学校だけどね。困ってるがちょっと気になるな。これ言ってみようか。美咲さん困ってる。ちょっと痛々しさを感じながら俺はそっと尋ねてみた。俺と話すのつらい？美咲さんはうつむいて首を振る。その俺から逃した、俺からそらした瞳から美咲さんが何かを言いたくて、だけど言えなくなっているのが読み取れる。全部全部自分の中に閉じ込めてしまっていることが。何が変わっちゃったのかな。俺はなんとなくつぶやく。感じ方によっては美咲さんを責めているみたいにも聞こえる。だけど美咲さんは何も言わない。ただうつむいているだけだ。そしてやがて、藤井君はそのままでいいと思うから。え、何も変わったなんてないから。だから藤井君の好きなようにしてていいと思う。好きなように。美咲さんが悲しそうに目をそらしている。俺は一体どうなりたいんだろう。美咲さんとユキとの間で俺は。いや、でもそもそもコンサートの時にさ、もうユキより美咲さんを取ったんだから、それが答えだよ美咲さん。あ、今日もいる。駅前いいっすね、たくさん会える。つってもできる会話は雪。雪降らないのかな、気になるな。雪もう降らないのかな。俺はそんなことを言ってしまってからやりきれず空を見上げる。いつ雪が落ちてきてもおかしくないような、そんな鉛色。この間の初雪を俺は雪と見ていた。そして積もった雪の中を俺は美咲さんを追った。迷っていたのかもしれない。そうなることを最初から心に描いていたのかもしれない。今の自分には決して分からなくなってしまったことなんだけど。綺麗だった。大丈夫、音楽祭の日に降るからまた雪。初雪とても綺麗だったね。そう言って美咲さんは頼りなげに笑った。でもすぐに静かに俺から離れていく。ごめんなさい藤井君。美咲さん、それじゃあ私。今日も行ってしまった。取り残される、一人で歩み去る美咲さんの気持ちを考えずに、その時はそんな風に感じていた。ずっと切ないんだけど、なんかずっと悲しいよ。ちょっとお姉ちゃん会話したいよ。アキラにでも会ってみるか。この関係をアキラにいつか言わないといけないんだろうな。世間話しかできないけど、もうレベル3なのか。はい、18日、今日はいないか。あ、弥生お姉ちゃん。お姉ちゃん、芸能がもうちょいでレベル3か。じゃあ芸能。ほい、19日、いるかな。いないか。お姉ちゃん、やよね、やよね。芸能レベル3、世間話レベル3、趣味か。じゃああと趣味。
はい、1月20日です。うわ、なんかポンポンポンと進んでいくな。あれ、会えない。趣味だったらはるかがいいかな。あとパラメーターは趣味、趣味。おい、うん、嬉しい。はるかがおしゃれをするとどうかっていう選択肢だったかな。1月21日。うーん、あれほんといないな。まあじゃあ尾形里奈ちゃんにでも会ってみるか。里奈ちゃん新曲サウンドオブデスティニー最高だったよ。はい、22日。いるじゃん駅前お姉ちゃん久しぶり。でも多分今日の会話も全部こんな感じなんだな。じゃあ芸能、この間のテレビだけどさ、いやもうつまんなそう美咲さんがつまんなそう。俺の話を聞いてる風じゃないな。あ、ごめんなさい。何？いや別に。どうしたのかな最近。ゆきちゃんどう？ゆきちゃん会ってねえっすどうって？その元気なのかなとか。美咲さんの声はますます消え入りそうになっていく。うん、元気だよ。ゆきだったらきっとさ。俺はわざと明るい調子で答える。そう、よかった。そして美咲さんも少し無理するみたいに笑った。少し辛かったけど俺も一緒に笑った。笑ってないと美咲さんがなんだか痛々しくて。一番ユキのことを気にしてるんだよね、美咲さんはね。あ、間違えた。ユキとトウヤくんが付き合ってんのに自分がなんちゅうことをしてるんだ。あ、ユキに会ってみるか。じゃあでももうトウヤくんからガンガン攻めてるんだから美咲さんは別に気にせんでくれ。あ、趣味だけ話せないよ。ほんと空気読めねえなほんとこの女空気読めねえなってすごい悪口を言い始めるっていう。いやいや、でもはるかルートの時だったかな、もう同じことを言ったけど、ユキだから浮気できるんだよ。そこは胸を張って、ユキが相手だから浮気できるの。これが尾形里奈ちゃんと付き合ってたら俺浮気できないよ。ユキだから浮気できるんだよ文芸学校でも全然会わなくなっちゃったね。俺のこと避けてる？別に。だったらさ、だけど美咲さんは俺を見てはいない。だったらまた一緒に学校に行こうよ。一緒に談話室でもおしゃべりしようよ。図書館でも本探したりしようよ。あとそれから、藤井君は私のこと、ええ、別に。いやー、なんか探り合ってんな。別に私藤井君のこと。だけど美咲さんのことは最後まで続かない。ごめんなさい、今日はさよなら。ちょっと美咲さん大丈夫？噛み合ってない俺たちの感情、この行き違う言葉をどうしたらいいんだろう。美咲さんのメンタル面が相当心配ですね。壊れちゃうんじゃない？大丈夫かな。あと趣味だけだからはるかがいいかな。はい、趣味。おい、この辺でパラメーターを上げておきつつ、もうすぐで1月も終わりか。今日も会えないか。じゃあはるかでいいや。はい、同じようにパラメーターを上げておきましょう。趣味。さて、今日もいない。エイジさんでいいか。はい、趣味。もうそろそろもうパラメーターはマックス入るんじゃないかな。今日もいないのか。しょうがねえ、ユキに会うかしょうがねえ呼ばわり。しょうがねえのはもう俺だよ。あ、もうちょいだった。こんな時に限って趣味の話題ができねえ。もう空気の読めねえ女だよ
ユキよ。いや俺ユキ、森川ユキっていうキャラクターはすごくいいキャラだと思うし、本当好きなキャラクターなんですよ。ただまあこういうことも言えるっていうのがまたユキの魅力だなって思って、ユキファンの方が聞いてて気を悪くしたらごめんなさい。でもきっとそういうなんかある種ホワイトアルバムというゲームの中のサンドバッグ役というか、あもう趣味しかないや。美咲さんに話しかけようとした時、ごめんなさい。なんだよもう、なんなんだよ。何かに我慢しきれなくなったように美咲さんはそれに背を向けていってしまった。あと追いたかったけど俺にはどうしても追えなかった。でもこれでとりあえず美咲さんの会話は全部済ましちゃった感じだぞ。なんか発生するか。じゃあまあ尾形里奈ちゃんにでも会ってみるかい。趣味、はい。31日、もう1月終わる。あ全然だな、いないな。マナちゃん、マナちゃん、ユキ元気してる？あピンピロリン。2月1日、ラスト1ヶ月、最後か。テンポよく進むな。ちょっとアキラ、いやあそうだな、アキラに会ってみようかな。なんか会話増えないかな。ないか。あ趣味もう一押しなんだけどな。2月2日、あでもバレンタインは何かあるよな。でもこの空気でバレンタインチョコを渡す空気じゃないんだけど。お、大学にビックリマークイベント発言です。行きましょう。よし、今日は何かがあるぞ。今年は一日ごとにどんどん寒くなっていく気がする。駅から出る人たちもみんな無口で言葉の代わりに白い息を吐き出すばかりだ。こんな日にも学校に行かなきゃいけないってのが 学生なわけなんだけど。と、あれアキラだ。おはよう、トウヤ。アキラおはよう。一限目からなんて真面目。どうやだって、ひょっとして出席危ない？なんだか俺が普段から真面目に授業に出ていないみたいな言われ方。嫌なこと言うなって、出席なんて全然 OK だよ。そうなんだ。じゃあ進級は楽勝？まあね。僕一限は必修だから。そう、俺はあっちの塔。じゃあね。アキラと別れようとした瞬間、あ、トウヤ後ろ。え？あー何？うわ、振り向きざまに誰かとぶつかった。俺は相手に目をやる間もなくよろける。何やってるんだよトウヤ。でも今の声は間違いないね。大丈夫？美咲さん。美咲さんだよ。美咲さん、ついにアキラの前で追っ始めちゃう。アキラの脳を破壊していくか。運悪く俺とぶつかって地面に転んでいるのは確かに美咲さんだった。彼女はアキラの手を借りてどうにか立ち上がる。 ありがとう。ごめんね七瀬くん。こっちこそごめん美咲先輩。どうや最近ちょっとボケてるみたいで。美咲さんをいたわるようにしながらアキラは俺の背中を叩く。ごめん美咲さん、怪我しなかった？あ、大丈夫、なんともないから。照れ隠しみたいなことを言いながら美咲さんは取り落としたファイルケースを拾い上げる。途端に逆さに持ち上げられたケースの口から大量にプリント用紙が流れ落ちる。やだ。何、黒歴史ノート？また脚本書いてる？小さく叫び美咲さんは急いで拾おうとかがみ込む。俺とアキラも慌てて拾うのを手伝う。ごめんなさい。今日風少なくてよかったかも。後ろにも一枚落ちてる。なんか変なこと書いてない？大丈夫？アキラいい笑顔。アキラの笑顔癒されんな。ぎこちない動作で立ち上がる美咲さん。なんでそんな笑ってんだよアキラ。だけどその心も唱えてからケースはすり抜け、再びあたりにプリントはばらまかれた。何した、なんだそりゃ。ドジっ子。そんな美咲さんを見てアキラは再び鏡込む。
美咲さんにいいところを見せようとかそんなのをすっかり忘れた状態でプリント回収に没頭するアキラ。すぐに必死になってしまう真面目すぎる姿を見て俺は後ろめたい気持ちになる。どんなに真髄な態度で人に接しても相手はそれに気づくとは限らないんだ。その人が何か別のものを見ている時なんて特に。うわーこれはそういうこと、アキラが下で頑張ってファイル拾ってくれてんのに美咲さんは俺しか見てない。もう悲しい悲しいな、それもアキラ。それが分かったとしてもアキラはこういう風に行動するのをやめないと思う、やめられないと思う。だから余計に、うわこの関係きついな。ああごめんなさい、私不注意だったから。あ、不注意なのはトウヤの方だから。美咲さんに紙の束を手渡しながらアキラは慌てて手を振る。俺がそのプリントを押さえなかったら俺たちは3回目のプリント回収に準備しなきゃいけないところだった。ごめんなさい。まだ揃えられていない無作為に重ねられた紙束を両手に持ちながら美咲さんは真っ赤になって教室の方へ駆けてってしまう。これさすがにアキラも何かを察したか。なんだよ、アキラが睨んでる。トウヤがちゃんと謝らない。ああ、そんなことかい。なんだよバカ言え。なじるみたいなアキラの言葉を遮りながら俺も気になっていた。多分美咲さんが俺を気にしてるくらいに。まさかトウヤ美咲さんに何かしたんじゃないよね。何かどころじゃねえんだけどね。もう、いやでも、いやくだらないこと言うなよバカ。何もしていないなんて言えない。言えない。言えないよな。な、もうやっちゃってんだよ。もう謙遜して考えても美咲さんは少なからず俺に好意を持ってきてる。いつ頃からはっきりかはわからないけど今の状況を勘違いできるほど俺も鈍くも鋭くもない。ずるく、鈍くもずるくもない、ずるいずるくもない。いや、とぼけている分ずるいのかもしれない。このアキラに対して。転んだ時どっか打ったんだよ。ほら美咲さんそういうのって隠しちゃう人だろ。だから僕たちに何も言わないままで。美咲さんを何だと思ってんだ。聞いてる。アキラの人の良すぎる根拠のない憶測に俺の胸は少しずつ重くなっていく。痛みなど全くないままに重く重く。ああ聞いてる聞いてる。嘘ばっか。いいよ、今度絶対謝ってよ。ちゃんと頭下げてすみませんでしたって。ああびっくりした。あ、遅刻しちゃ。じゃあ後でね。ああなんだろうな、俺今このチャイムの音がアキラとの友達の関係が終わってしまったチャイムに聞こえてならないんだけど大丈夫かな。美咲さんの気持ちをアキラは知ってた方がいいのかな。俺にはわからないよ。もう、うわぐちゃぐちゃしてきたな。やだなこれ。なんとなく授業にも身が入らない。授業を終えてゆっくりと廊下に出る。あ、トウヤ、授業終わったんだ。お、談話室でコーヒー飲もうよ。はるか&アキラ。ああ、あれ、アキラの後ろにはるかまでいる。珍しいね、はるか談話室に付き合うなんて。そう、なんとなく興味深そうにはるかはアキラに絡まれている俺を見つめる。面白いわけ。何が。オブザーバーか。ほんとずるいやつ。その時、来ましたね美咲さん。授業を終えたらしい美咲さんが俺たちの前を通りかかった。藤井君、あのごめんなさい、私今日用があるからちょっと早く帰らなきゃいけないから、さよなら。美咲さんは小走りにかけていってしまった。ちょっとさ、みんなの前でその態度はちょっと美咲さん、バレちゃうバレちゃうバレちゃうよ。どうや、あ、さすがに美咲さん追いかけなくちゃ。また変な選択出たな。美咲さんを追う
追えない追えないってなんだよ。まあでも追うしかないよな。でもちょっと一応セーブしておきます。はい、セーブしておきました。よし、追うか。あ、でも普通にこっちがピンピロリン正解か。ごめん、俺はアキラを押しのけて美咲さんの後を追って外に出た。待てよ、トーヤ。バレちゃうバレちゃう。美咲さん、お姉ちゃんどこ、お姉ちゃん学校中探し回った。美咲さん、どこにもいないよ。美咲さん、美咲さん、帰ったよ。ねえ、なんだよ、はるか、なんだよそれ、なんだよ、はるか。アキラと一緒。え、アキラと一緒。夕闇の中からはるかがゆっくりと歩いてくる。アキラと一緒。え、どういうこと、帰ったって。急に飛び出すからごめん、ひとまず俺は血が昇った頭を沈める。美咲さん荷物あるから、戻るならロッカーか研究室だよ。なるほど。ああそうか、ミステリー好きのアキラの洞察なのか、はるかの冷静な判断なのか。そうか、ここミステリーコンビか。とにかくさっきの俺は明らかに理性を失っていた。逃げる美咲さんを追いかけるなんて。美咲さんって人を知っているんだったら、そんな残酷なことはできないはずなのに。落ち着いた。あ、ごめん。一緒に帰る？帰る。どっか行ってく？幼馴染に甘えたい。寄ってく。一人でおとなしく帰る気分にはなれない。今そんな勇気はない。でも遥の家と逆方向じゃない？まっすぐ帰らない人だから。優しいな。持つべきものは幼馴染やで。これ雪もない真冬の公園は、じゃ、く、かんとしてロマンのかけらもなく、肩寄せ合う肩寄せ合う恋人たちもいない。そのことがかえって俺の気を落ち着かせてくれる。座ろう。うん、はるかお姉ちゃん、もうみんな俺のお姉ちゃんや。微妙に何かがおかしくなってきている。どうしてこんなことになってしまったんだろう。考えれば考えた分だけ謎は増えて、考えるのをやめてしまっても、この不愉快な謎は謎のままでいつまでも残る。ついこの間までお互い何のためらいもなく付き合っていたのに、今はお互いがお互い相手の風となってしまっている。一体誰が何をどんな風に間違えてしまったんだ。難しい顔してる。はるかが俺の顔をのぞき込む。これくらい何も知らないでいられたら俺も幸せだったかもな。いや、はるかは全部知って分かってるでしょ。これたまにアキラがいい役でもいいよ。美咲さんの前だし。いい役？そうかな。うん、美咲さんが誰を好きになるとか、それは彼女の問題だ。俺やアキラの力でどうこうできるもんじゃない。誠意を尽くすだとか、裏切るだとか、信じるだとか、そんなのは俺たちの勝手なエゴでしかないのかもしれない。ってはるか、なんでアキラのこと知ってるわけ？言ってしまってから俺はひょっとしたらはるかの誘導に引っかかってしまったのかと思った。でもわかるよ。わかるか、本当に知ってるみたいだった。いつ頃から？それはわかんないけど、でもわかるよ。アキラすぐ舞い上がるから。ああ、よくわかったな。美咲さんが美咲先輩になるんだよ。え、そうなの？呼び方？あー、意識してなかった。そうなんだ、美咲さんが美咲先輩。へえ、本人を前にした時だけ先輩になるってことかな。あー、そうなんだ、全然気づかなかったさすがだなこの子。そうだっけ。でもそれにしても、そこまで感づいていながらそんな俺たちの成り行きをただ傍観しているなんて、はるからしいって言ったらそうだけど、本当にずるい。トーヤとユキ、一途すぎるから悪かったな。私が気づくこと、美咲さんが気づかないって本気で思ってた？え、いくら傍観者の立場にいないと言って、あの美咲さんがアキラの気持ちに関してだけここまで鈍感だなんて考えてみたら不自然。ああ、何、美咲さんはじゃあ気づいてるわけ、アキラの気持ちに。でもそれじゃあ美咲さんは全部分かってて、つまり俺のこともユキのことも、そしてアキラのことも、全ての状況を把握した上で俺のことを把握した上でやっちゃったんだ。まさか。思わず声に出してしまう。わかんないけど。でもどうして、はるかの用意した逃げ道も無視して俺は尋ねる。どうしてなんて考えない方がいいよ、多分誰もわかんないから。いや、いいなこの幼馴染哲学。
誰も、おそらく美咲さん本人も。でももし親しく答えを出せないままだとしたら、より辛いのはどっちなんだろう。愛される方か、それとも愛する方か。どうしてこんな、なんてどうしてじゃないんだよ、きっと。哲学答えが出せないのを問いとして持つのが苦痛なように、答えが永久に変わらないものを問いとして持つことも親しく苦痛だ。例えば恋愛だとか、それらは常に自分を傷つけ消耗させる。相手がじゃない、自分がだ。全ては自分なんだ。大切なのは自分がどうこうっていうこと、自分は誰を見つめているかっていうこと。確かにそれは簡単には、あるいは永久にはわからないかもしれない。だけど相手を気遣うふりをして恋愛の温度から逃れるには、俺たちは幼すぎる。問題からそらした目で相手を見つめるには、俺たちはあまりに正直で不器用すぎるんだ。どういう手段に逃れても、お互いに痛みを覚えながらそれでも相手を求める結果になってしまう。それならむしろ自分から見つめ続けるしかないじゃないか。相手も傷つき自分も消耗していくんだったら、むしろそうかもしれない。はるかほどに物分かりによくなれる自信はないけど、ただ何かが少しだけ怖くなくなった気がした。こんなはずじゃなかったことなんてきっとないんだよ。はるかは笑った。寂しく笑った。俺たちの恋愛なんてものの中で今を失うだけのはるか。それでも言葉を飾って今を美化しようとしたりしない。ゆきとのことも、美咲さんとのことも、あきらとのことも、すべて見ていてもだ。俺は改めてはるかを見つめる。もう神様みたいだもうはるか様、神様、仏様、はるか様だね。いつになく食べんな、はるか。帰るね。無表情にはるかは首をかしげる。そしてすっと立ち上がる。え、どうしてそんな急に。俺はその向こうに一つの人影を見つけた。あ、そうか、はるか、見つけるのちょっと遅れちゃったな。今日は喋りすぎたわけだ。そんなだからね。ごめん。大丈夫だよ。いや、これ相当はるかに助けられたな、東也くんのメンタルな。そしてはるかは足早に公園を横切って行ってしまう。今が決していつまでも続かないことをはるかはよく分かっていた。いつ終わってしまうのか、それは全く分からないままだろうけど。わあ、綺麗。実写みたいだね。実写じゃないよね。綺麗。はるかが去った後の公園の金網を挟んだ道路に放心したように静かに歩く人影。美咲さんだ、美咲さん。静かな声で呼びかけ、俺は立ち上がる。金網の向こうで美咲さんも俺に気がついた。一瞬迷ったみたいな顔をしたけど、今度は逃げないでそっと俺の方に近づいてきてくれた。白みがかった緑の金網を挟んで俺たちは向かい合う。おー、綺麗。美咲さん、この金網を隔ててるっていう状況がまたなんかいいのかな。いろいろこう表してるんだろうな。うん、こうなんて言っていいかわかんねえけどわかんねえけど、いろいろ表してんだよな、これな。ごめんなさい。え、うつむいたまま美咲さんはささやく。急に私、うん。ここしばらく確かに俺と美咲さんはおかしくなっていた。でもいいよ。俺は顔を上げて美咲さんを見つめる。俺、美咲さんに何かしたのかってずっと気にかかってたから、まあ何かしたからなやっちゃってんだよ。もうしていないなんて決して言えないだろうけど、だけど、下を向いたままの美咲さんの顔に複雑な笑みが浮かぶ。悲しいような、寂しいような、安心したみたいな、仕方ないよって言ってるみたいな、そんな笑顔。そんな真意の全く読めない微笑、角度を変えてみたら泣いているみたいにも見える、そんな表情だった。彼女を照らす夕空の残り火がその微笑をより悲しげなものに見せている。どうしたらいいのか、何を言ったらいいのかわからないまま、俺は金網をつかむ。カサカサで生ぬるい嫌な感触だった。その腕に少し力を入れると、ギシッと金網や大げさな音を立ててきしんだ。悪いことしたの私の方だから。何のきっかけもないまま美咲さんが言う。私が藤井君に嫌な思いさせてたんだから。嫌な思いなんか何もしてないよ。そんなことは、それも
ないなんて言えないこともない。でもそれはそこには悪意があったんじゃなくてむしろ好意が。ああそうか、だからなのか。気づかなかったわけじゃないけど、だけど俺は今になるまでこの構図が見えてなかった。はるかが言ってた通り、美咲さんは俺たちの構造を全部理解していたんだと思う。でもだけどそれは完全に不完全な俯瞰だったんだ。つまり美咲さんは俺を中心にものを見てしまっていた。だから成長していくユッキーを見つめる俺の姿がただ孤独なものとしか映らなかったんだ。そして美咲さんは俺に好意を持っていて、俺は確かに孤独だった。時として美咲さんを求めたりもした。だけどそのことが常に美咲さんを苛んでいたんだ。決して強くなかった俺の心が。そしてもう一つ、美咲さんのビジョンの不完全な点を挙げるとすれば、それは美咲さんもまた自分が思っているほどに強い心を持っていなかったってことだ。俺の心が弱々しいように美咲さんの心もまた、その弱さから目をそらす程度の強さをかろうじて持っていただけに過ぎない。俺は悔しくなってきた。心を痛めるのはいつもその弱さに先に気づいた方の人間なんだ。そして俺もまたそれに気づくのは誰かに先を越されている。美咲さんに先を越されて、そして美咲さんを傷つけている。そして俺は何を言おう。謝れば謝るだけ美咲さんの心は傷つき、そしてその分俺の心も傷ついていく。俺が美咲さんにこんな風に思いを抱いてしまっている以上、弱い俺たちはこんなチープな金網に隔てられて何も言えない。弱い心は真っ先に言葉を消し去るのか。すっ、嫌な感触に包まれて俺の手に優しい温度が触れた。うん、金網を握る俺の手にいつしか美咲さんの手が添えられていた。知らないうちに力が入りすぎていたらしく、俺の手は血管が浮き出て醜く節くれ立っている。そんな俺の手を美咲さんがあの繊細で優しい小さな手で覆ってくれている。とてもあったかい。そして俺の手から少しずつ力が抜けていく。俺もまたそのほのかな暖かさに戻っていく。はあ、気づけば美咲さんは俺をじっと見つめている。俺に何も問うてもないし求めてもない、何も答えてもないし主張もしていない。ただ見つめているだけだ。あのひどく悲しい笑顔のままで、弱い心と弱い言葉しか持っていなかった俺たち。見つめ合って分かり合うことだけが残された手段じゃない。分かっている、それは分かっていたけど、ただ今こうすることしかないと、こうするしかないと思った。そしてこうしていたいと思った。結ばれた手と手の温度と悲しげな視線だけで今の俺たちの気持ちを語り合いたかった。消えゆく寸前の光が美咲さんの顔に描き出す深い陰影がひどくかわいそうで、ひどく愛らしくて。それじゃあ私、美咲さんの手が静かに離れた。もう帰るから。そう、俺をまるで普通に答える。帰らなきゃね。俺が美咲さんの手を離したくなくなる前に、そして美咲さんが俺の手を。おやすみなさい藤井君。うん、また今度。だけどそれに答える前に美咲さんは宵闇の中に溶けていってしまった。あー、深い深い。心とは何ぞや、美咲さんとは何ぞやっていう一人になった。夜空を見上げていたら、常夜灯の冷たい光線が俺の目を突き刺した。痛くはなかったけど涙が出そうになった。でもこれでちょっとあれかな、ギクシャクしてた美咲さんとの関係が元に戻るっていうわけではないけど、ちょっとほぐれた感じはあるのかな。なんかその自分が弱いっていうことを自覚することはすごく強いことだから、大きな成長だったんだと思うよ。ただこうなってくると本当にアキラだったりユキがどうなってくるか、周りが怖くなってきますね。いやー、そうか、すごかったな。なんかもうこの哲学的な心とは何ぞやだったね、本当にね。いやー、そっか、美咲さん全部分かってたんだな。アキラの気持ちもそっか分かってたのか、分かった上で抱かれてくれてたんだな。いつからトウヤくんのことが好きだったんだろうな。なんか美咲さんのね、いろいろもっと聞いてみたい。残り1ヶ月どうなるんだろうな。
今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。